本日は地域の皆様に長い間ご愛顧いただいた6667系の5と11のラストラン列車にご乗車いただきありがとうございました。本日ご乗車いただいております6667系の5と11についてご案内いたします。45年前の昭和50年3月10日のダイヤ改正より運行を開始し、平成13年に長崎地区へ配属となりました。それ以来長く佐世保線、大村線、長崎本線の快速シーサイドライナーや普通列車として運転してまいりました。昭和、平成、そして令和の時代を疾走してまいりました。製造から45年、大村湾沿いを走り続けて19年、皆様に寄り添い、さまざまな思い出を乗せて走り続けてまいりました。本当にありがとう、そしてお疲れ様でした。まもなく終点の廃棄に着きます。降り口は左側です。4番乗り場に着きます。お降りの際は車内にお忘れ物、落とし物がございませんようお願いいたします。本日はラストラン列車にご乗車いただきまして誠にありがとうございました。終点の廃棄からお乗り換えのご案内をいたします。川棚諫早方面普通列車の諫早行きは21時11分、ホーム変わりまして2番乗り場です。三河町有田方面普通列車の鳥栖行きは21時48分、降りましたホーム向かい側5番乗り場でしばらくお待ちください。車内に切符や携帯電話などお忘れ物、落とし物なさいませんようご注意ください。この列車終点の廃棄駅到着後回送列車となります。引き続きのご乗車はできませんのでご注意ください。本日はご乗車誠にありがとうございました。